ていただくのは、今 CM で流れた北海道文教大学飛燕の皆さんです。お先に校長の方にお越しいただいております。飛燕の皆さん、飛燕の校長の方、こんにちは、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。飛燕の皆さん、今回の作品はどんなテーマで作られていらっしゃるんでしょうか？そうですね、ゆいかそうらんっていうものをテーマに掲げているんですけれども、こちらの曲が最初は優雅に始まるんですけれども、力強い太鼓の部分があったりだとか、最後は皆さんのお手拍子をいただけるような、そういう華やかで盛り上がるような曲調だったりとか、そういうところがあります。何か一つこう見どころをお伝えするとしたら、どこが挙げられますか？そうですね、曲の中盤なんですけれども、こちらので力強い音楽があります。こちらのところでですね、うちの精鋭たちがこうかっこよく登場して皆さんを魅了する演舞を披露しますので、ぜひ注目してください。会場の皆さん、ぜひ曲の中盤にご注目ください。さあ、曲の雰囲気がガラリと変わるのが特徴の作品ということですが、普段チームの皆さんの練習も、こう練習をするとなったらすぐに切り替えができるようなチームなんですか？そうですね、こういい意味で先輩と後輩の壁が、なんだろう、強い壁みたいなものがなくってですね、いい演舞をするために、なんかいい感じで話し合いができるような雰囲気を常に感じています。じゃあ最後、こうチームよさこいそら祭り始まりましたけど、始まる前にこうチーム一丸となって鼓舞できるような瞬間とかって何かありましたか？そうですね、最後の練習の時に各学年別に演舞を披露していたんですけれども、その時に他の学年が精一杯盛り上げて、もうそれぞれのモチベーションを最高潮に持っていっていくのが印象に残っています。ありがとうございます。チームの雰囲気も最高ですね、はい、ぜひよさこいそら祭り楽しんでいてください。ありがとうございます。それでは演舞を披露していただきましょう。チームコメントをご紹介いたします。私たちは北海道文教大学の学生で構成されたチームです。よさこいソーランに関わる多くの方々のつながりによって、今演舞できることへの心からの感謝を私たちの笑顔と元気に乗せて花咲かせます。それでは踊っていただきましょう。北海道文教大学飛燕の皆さんです。どうぞ。ファンキー会場へお越しの皆さん、こんばんは。北海道文教大学飛燕です。精一杯踊ります。ご声援、お手拍子のほどよろしくお願いします。はっ。それでは参ります。結んだ思いがつぼみとなり、飛燕の花が今咲き誇る北海道文教大学飛燕2024。ゆいかそうらん。この時をつなぎ、天高くツバメが舞う、今この地に降り立つ満開の花。